カイラス山、またはカンリンポチェは、チベット高原西部に位置する独立峰。サンスクリット名はカイラーサ。カイラーサの語源は不明だが、サンスクリットで水晶を意味するケイラーサと関係があるかもしれない。この名称が英語等へ伝わったカイロッシュ、カイロスが日本語における名称、カイラスの直接の由来である。標高6656メートルの未登峰。信仰の山であるため、登頂許可は下りない。ただし聖者ミラレパが山頂に達したという伝説がある。カイラス山北壁とストゥーパ仏教、ボン教、ヒンドゥー教、ジャイナ教で聖地とされる。聖地とする理由は様々であるが、例えばヒンドゥー教ではカイラス山をリンガとして崇拝し、ボン教では開祖のシェーナプミヨが降臨した地としている。カイラス山の周囲の巡礼路を、チベット仏教徒は右回りに、ボン教徒は左回りにコルラと呼ばれる巡礼行為を行う。ジャイナ教と安息教の信徒たちは、反時計回りに山を回りながら歩く。一周約 52km ある巡礼路は、ゲルワグーツァンパが開いたと言われている。この巡礼路沿いにタルチョ、いくつかのチベット僧院、彫像場や仏足跡を見ることができる。巡礼路最高点ドルマラは、標高5630メートル。日本人チベット巡礼像の川口英会は、三途の逃れ坂と呼んだ。通常の巡礼路の内側に、ナンコルと呼ばれる巡礼路もある。山麓南側にタルチェン村がある。巡礼者の多くは、コルラを13回行う。特に、チベット暦の馬年には、1回のコルラで12回分の功徳が得られるとされ、多くの巡礼者を集める。巡礼へと向かう行為自体が功徳であるが、信仰心の厚いチベット仏教徒ではさらに五体統治による礼拝でコルラを行う者も少なくない。チベット仏教で趣味山と同一視される。ジャイナ教ではまた最初のティールタンからであるディシャバが没したシュターバだと同一視される。また、チベット仏教徒に限らず、近年では同地を訪れる団体旅行客やバックパッカーも多い。宗教的内言もさることながら、公共交通手段がほとんどなく、入教許可証の入手も困難であることから、バックパッカーにとっても聖地としての色彩を帯びている。一方で、1998年には、ラサ方面からヒッチハイクでカイラス山を目指した日本人3名が行方不明になる事件も発生している。現在、カイラス山を通る自動車専用道路の建設が中国政府によって計画されており、中止を求める運動が国際的に展開されている。ありがとうございます。